もう戦争がね始まってあの数ヶ月経ってる、ロシアのこの侵略がね始まってウクライナへの数ヶ月経ってるような状態なんですけど、私たちがこれまでやってきたな活動っていうのが、まあ、日本向けの動画で支援の方法を発信したり、まあ、私たちの動画自体もあの収益を寄付したりとかっていうようなことをさせていただいてたんだけども、はい、それ以外もね実はやっぱり日本向けにやっても日本の人に響く、あと日本に住むロシアの人に響くっていうのはあったけども、やっぱ結局ロシアに向けて何か発信せんとあかんなというふうに思って、まあ、実はロシア向けの SNS などであの投稿をしたりとかいろいろあのさせていただいたりもしてるんですね。残念ながらほとんど反響がないっていうのがちょっと正直なところ、ネガティブな答えがね返ってきたりっていうような状態だよね、うん、そうですね。なのでまあそういう活動とかをいろいろやってきてたんだけども、まあなんかいろいろどうしようかなどうしようかなっていうふうなことをすごく悩んでたんですよね。で前回ライブ配信をさせていただいた時に普通のピロシキーズの動画も見たいよっていうことをやっぱ結構お声としていただいたよね。仕事でねあの辛いことがあってピロシキーズの動画を見て元気出せたっていう人たちも結構いたから、うん、ありがたいね、うん、やっぱね戦争ばっかりの配信をするっていうのもできないよね、ずっと、まあ、そうね、そのこれまでに応援してくれてた方とかがこう期待してらっしゃる内容っていうのはなかなかねここ数ヶ月アップできてないっていうのは申し訳ないなと思いながらも、でも残念ながらやっぱウクライナでは今のこの悲惨な現状とかがあって、うん、もう到底笑えるような内容っていうのをアップしていいとは思えなかったっていうのもあるし、でそこの葛藤というのはずっとあったんやけども、まあ、先日ねちょっとそのライブ配信した時のまあやっぱ反応とかを見ている限り、まあ、やっぱりなんかそのずっと暗い内容ばっかではあかんなとちょっと感じてしまったのよね。で私たちもこの進行が始まる前の段階でもう20本ぐらい動画を取りだめてたりとかして、今もういつでも公開できるんだけども公開をしてない動画、笑いありのテイストの動画っていうのがいっぱいあって、うんうん、まあ、それも公開もした方がいいのかなとかっていうふうなことを思っています。でもちろんあの寄付の支援の方法だったりとか支援についての動画、この戦争についての何かこう発信しない、日本向けに発信した方がいいかなと思うことはあの今後も発信はさせていただきますが、やっぱ通常のテイストの動画っていうのもやっぱりね暗い中でもなんか笑える内容とかっていうのはやっぱ必要なんかなっていうふうに思いますので、アップを今後させていただきたいなと思います。まあ何もなくいきなりねポンとアップしてしまうってこともできるけども、まあちょっとびっくりされる方もいるかなと思ったので、私たちちょっと改めてね新たに登録をしている方とかに向けて言いたいんですけども、私たちもともと政治系の内容の YouTuber ではないんですね。政治を語ったりするのではなくて、私たちがこれまでやってきていた動画っていうのは笑い下ネタ、ちょっと時々ためになる話もしたりとか、まあ基本的には海外との違いだったりだとかそういろいろやってたけども、それって何をやってるかっていうと、まあこんな私たち見た目やけども中身は関西人のババアみたいな中身をしてるから、見た目でどんな人かっていうのは分からへんでっていうのを、まあ要は多様性みたいなもの、その見た目で判断できないよねっていうものをギャップだったりとかそういうものを表現したかったのよね。だから下ネタめっちゃ言いまくったりとかもしてたし、まあ実際そういう性格でもあるので、キャラでも何でもなくてありのままの自分とかを発信しとったのがもともとで、今後発信していこうと思ってたことも正直そこになります。自分の枠、見た目とかなんかそういうものに縛られることなく活動をしていける世界っていうのをどんどん本当は作っていきたいので、ただそうではない時代が逆にやってきてしまったわけですよね。何人はどうしなければならない、何人はどうしなければならないみたいな時代になってしまって、思ってた時代と真逆に逆行してしまっている状態。よく僕オリンピックについてね語ってるんやけどもさ、うん、例えばロシア人やったらさロシアロシアって応援してさ、うん、日本人やったら日本日本って応援するんやろうっていうのがすごいずっと不思議なのよ。僕の感覚ではなんか共感できるカナダ人がいたらカナダ人応援したいし、国によってどうっていう感覚が薄いのよ、もともとなんか男だからどうとか女だからどうっていう感覚も薄いわけでも、今は真逆になっている。何人だからこうでないといけないとか、何人はこうであるっていうのに乗っかりすぎるのも違うなと思うのよ。そういうコメントに流されてじゃあずっと暗い動画ばっかり出すとかっていうのもなんか違う気がしてて、でもウクライナへの思いはあるの、すごく。
嘘とかでもなく自分たちの好感度のためとかでも何でもなく普通に気持ちはすごくあるの。ウクライナの今の状態って許されへんもん。ロシア軍がやってることとかもそうだけども、その思いはもちろんあるけども、私たちのこれまでやってきた軸みたいなものとか、そういうのを捨てるのは違うなと今思っているので、やっぱ引き続き過去の動画とか笑える系の動画っていうのもアップしていきますので、もしもそういう動画一切見たくないよっていう方がいるのであれば、まあ、登録解除してもらった方がいいかもしれないです。そうだね、うん、まあ、そのお知らせです。なので、まあ、次回以降ねバラエティに富んだ動画をアップさせていただきますので、まあ、もしもねそれでも応援していただける方いれば、あのもちろんね収益は全部あのまた今まで通りウクライナに寄付する形には取ってますので、その応援していただける方がいればぜひあの見ていただけたらなと思います。私結構なんか黙ってたりすることが多いから、その戦争に対しての話とか動画になったりするときって結構下手くそだから、何かその自分の気持ちを伝えることが、だから何かを言うよりもあの行動で示した方が私はいいと思ってるから、だからなんか代わりに全部言ってもらってるような状態だから、自分はそれでこう少しでも行動で何か示せたらいいなっていう思ってるのと、まあ、今後もそのなんか面白い動画を撮っていくのも、一日辛いことがあったりだとか、あの悲しいことあった人たちに対して少しでもあの楽しい気持ちだったりとか、うん、ね、晴れるような気持ちになったらいいなっていうふうに思ってる、うん、まあ、私たちがなんか笑ったりとかするっていうのって、ウクライナのことどうでもいいから笑ってたりするわけではないし、他の人もそうやけども、ウクライナの人のこと思ってないっていうことではないからね。その動画の中はたかが数十分十何分とかの動画だと思うんだけども、そうではない部分っていうのもあるので、私たちがともう一つやらんとあかんことっていうので思ってるのが、今ウクライナについて注目ある程度されてると思うんやけども、まあ、それでも徐々にやっぱウクライナについての興味を持っていた人っていうのがやっぱ時間が経つとね、怖いことに人っていうのはどんどん忘れていくから、慣れていってしまうからね。でもウクライナはたとえ戦争が終わったとしても、ずっと復興したりとかしていかんとあかんわけよね。何十年もかかる、うん、これからっていう時にやっぱりそこへの支援だったりとか、なんかそういうのも必要になってくるので、みんなが忘れそうになった頃にちゃんと思い出させるという役目もあるんかなと思うのね。そのためには私たちはやっぱり今まで通り注目がされるような内容っていうのもどんどんやっていくべきやと思うし、でそんな中でその注目を利用してみんなが忘れそうになった頃にウクライナについての内容を思い出させるような動画をアップしたりとかするっていうのが大事なことやったりもするんかなと思うので、まあ、だから忘れないことが大事だよね。うん、そうやな。まあ、なかなか語りましたけども、あの次回からまた過去に取りだめた動画をアップさせていただきますので、うん、ぜひあの見てみてください。以上です。ありがとうございます。